はいどうも、北斗高校のキャラきらめきにしちゃって全然いないミストです。はい、本日はですね、アップデートとメンテナンスが終わりまして、こちら北斗のってイントネーション迷子になったんですけども、北斗の剣コラボループガチャ、そしてね、ロンドン飛距離さんガチャ、野手覚醒応援パックとね、いろいろ来たんですけども、今回はこのね、北斗の剣ループガチャ引くべきかというお話をねしていきたいと思います。こちらのガチャね、コスパは非常にいいんですけども、まず SR 以上の確率が全体を通してアップしています。1回目パワーストーン30個で回して、 SR 以上のビキャラが必ず1枚出現で、覚醒の鍵10個がおまけで手に入ると。で、2回目パワーストーン40個で回して、 SR 以上のケンシロウジャギリンから1枚必ず出現と。で、おまけとして野手の極意50個、マネージャーの極意50個をプレゼント。で、3回目ホークトの剣 SR 選択価値券1枚おまけでプレゼントで、金のきらめきもゲットできると。ここは SR 以上のイベキャラは確定ではございません。で、4回目は PSR のケンシロウジャギリンから1枚出現と。で、3回目4回目はパーソン50個ですね。はい、ちなみに選択ガチャ券からは、これさ、バグだよね。え、どういうこと？本ガチャから出現するイベキャラ、なんか、このボタンを押したら指定したガチャは存在しませんって出るんですけど、これ何なんですかね。で、選択ガチャ券から手に入るキャラは、ケンシロウ、サウザー、シン、ジャギ、トキラオ、リン、レイということでですね。まあ、非常に、パッと見いいガチャには見えるんですけども、まあ、本題はですよ。本題は、こっち見た方がいいか。この、はい。強化された北斗高校、これが、今ね、環境、野手環境トップ、投手環境トップのアンドロメダと、そして、マントルに匹敵するかっていうのが問題なんですよ。まだメンテナンス開けて間もないですから、ちょっとね、そこが読めないんですよね。というところで、まあ、もうその、キャラ性能とか置いといて、一旦引くのはステイしましょうっていうのが結論です。はい。まあ、それぞれね、ケンシロウ、ジャギ、リンは覚醒もしていて、単体性能は上がってるんですけども、この3人も、今ね、アンドロメダ、そしてマントル、そしてこの北斗で、まあ、北斗では絶対使うんですけども、アンドロメダとマントルで使うかも、ちょっと正直微妙といったところなんですね。だからまあ、とりあえず、フレンドで、まあ、この、北斗の剣のキャラ借りて、北斗高校やってみて、あ、これ強えなってなったら、引くのがいいんじゃないかなと。思います。まあ、これはまあ、もう課金者の考え方なんですけども、無課金、未課金の方だったら、もうこれはもう全然スルーでいいと思います。覚醒も大変ですしね。で、この世紀末高校ね、難易度エクストリームを追加。必殺技アシストの発生率を発生回数上限アップ。世紀末サックの経験点アップということでですね。まあ、エクストリームを選択すると、敵の人数や強さがアップする代わりに、一部の経験点が増えるということって、まあ強さ、人数上がっても、この結局はね、必殺技アシスト、等が、発生回数ね、上がってくれるのであれば、まあそこは問題ないのかなと。まあやってみなきゃわかんないんですけどね。で、世紀末タックの経験点アップということで、もうこれはもうアンドロメダみたいにね、もうぶっ壊れたタックになってほしいなというふうに思っております。はい。まあ、ちょっと、まあ、結構爽快感はある高校なのでね。まあ、やってみないことに越したことないので、ちょっとやってみたいと思いますね、後で。はい。で、具体的に、ケンシロウ、ジャギ、リンが、どのように覚醒したのかと言いますと、見るページがだいぶちょっと、公式のツイッターから見させていただくんですけども、そうだね。まあ、まず、ケンシロウ。ケンシロウがですね、SR で覚醒、精神ボーナス10がつきます。で、PSR でやる気効果 100% が付与されると。まあ、筋力打撃キャラで、この覚醒はね、かなり強いと思います。今後に、
ちょっと期待できるキャラかなと、ミート条件持ってますしね。ただね、金徳が大打撃ってのがちょっと重いんですよね。うん。まあ、ただ重い分、金徳査定は高いので、まあ、高いって言っても、まあ、その経験点には見合ってないっていう言い方が正しいんですけども、まあ、個人的にケンシロウは持ってないので、ちょっと PSR で持っておきたさはありますね。はい。うん、まあ、この3キャラだからだったら一番強いんじゃないかなと思います。はい。で、次、ジャギ。ジャギもね、強くなりましたね。祝福及び電光石火が取れるようになったと。うん。で、SR で筋力ボーナス10、PSR で総力上限アップ4の潜在能力がつくということでですね。うん。まあ、これもなんか、どうなんすかね。祝福及び電光石火ということで、まあ、祝福単体だけでもまあ強いんですけども、難しいですね。まあ、縦橋と、あと総力上限で言うと、寺道か。寺道とかと、まあ、併用していくことになるのかな。うん。選択肢にジャギが増えたって感じですかね。はい。まあ、総力単体練習っていうところもありますから、まあ、どうなんですかね。祝福、ということはですよ、海岸で祝福が狙えなくなるっていう、まあ、そういう見方もできるので、ちょっとわかんないですね。ジャギなんて多分ね、使ったことある方自体少ないと思うので、まあ、ここもね、まあとりあえずは使ってみたいなというふうに思っております。でね、初の相棒の覚醒ですかね、リンちゃんが SR で初期評価20、PSR で補給上限アップ4ということでですね。まあ、これもね、この子もね、未来はすごい明るいなって感じですよね。まあ、もちろん新アーティストを狙えるね、相棒キャラとして期待されてね、実装されたんですけども、結局、あれれっていうね、感じで。一時期ちょっとフリートで使えるかなみたいになったんですけども、結局相棒はちょっと NG みたいな感じになりましたよね。沖野とアースで新アーティストを狙っていく、まあ、ニッタとかでもいいですし、ソニアとかね、まあアーティスト枠はたくさんいると思うんですけども、まあ初期評価20ということで、これはもう絆イベントの発生確率はめちゃくちゃ上がりますよね。北斗高校だったらすぐね評価上がりやすいんですけども、それ以外の高校でもこの初期評価20はエールタックを早く起こせるっていう風に考えれば、かなり魅力的なのかなという風に思います。いやー、まあ面白い性能してるよね。投手の見投げる活力と、査定は高いですから。で、何がいいかって精神ボーナス持ちなんですよね、相棒キャラで。音見と、まあ、使い分け、まあ、この補給上限がついたことによって、そんな形も取れるので、いやー、そうっすね、ガチャ自体はちょっとね、なんて言うんですか、躊躇しちゃうんですけども、課金者からしたらどれも持っておきたいなっていう感じなんですよね。まあ、この限定キャラですから、コラボキャラのね、いつ復刻するかもわからない。急に輝き出した時に困ってしまいますから、難しいっすよね。まあ、ただまあ、無課金、美課金の方は引かなくていいんじゃないかな。とりあえず、てか、ガチャ消えてるんだけど、え？待って。え、ガチャ消えたんだけど。え、待って。どういうこと？え、ガチャ消えたんだけど。は？え、どういうこと？ちょっと待って。動画撮影中に、世にも奇妙なことが起きたんだけど、北斗の剣ガチャが消えました。嘘でしょ？ちょっと、この画面から説明したかったんですけど、あれ？やっぱさっきのさ、こうなんかよくわかんない。これ？指定したガチャは存在しません。これ、何なんすかね？まあいいや、ちょっと、はい。改めて結論言いますと、まずはこの強化された北斗高校をやってみないことには越したことありません。まあ、このね、ケンシロウ、ジャギ、リンは、なんか全員
採用しなくていいと思うんですよ。個人、ああ、でも全員採用した方が強いのかな。必殺アシスト等もありますからね。まあ、デッキ編成もちょっとわからないんですけど、まあ、ただでも、リン・ジャギーはね、PSR の覚醒でしか上限つかないですからね。ちょっと鬼畜な編成になってしまうんですけども、まあ、ひとまず、ケンシロウとリンでいいと思うんだよな。ケンシロウとリンは、ほぼ必須になるかな。っていう感じの中、まあ、私一応リンはね、41で持ってますから、ケンシロウちょっとフレンドで借りてやってみようかなと思います。うん。まあ、ツイッターとかね、各種サイトの、結果とか、まあ、あとは、ま、我々、動画配信者の、結果等を見てから北斗高校のガチャを引くプレイされるってのがいいと思います。サクピも下がってんのかな。下がってそうだけど、下がってないんかーい、下がってないんかーい。ということでね、はい、ひとまずは様子見といったことでいいと思いますので、はい、引くか悩んでる方、まずはちょっと待ちましょう。多分1日も経てばね、結果出す人出てくるので、はい、完全に他人任せな動画配信者なんですけども、私もね、ちょっと頑張ってみたいと思いますので、動画を少々お待ちください。という感じでね、今回の動画は終わりたいと思います。ぜひ、チャンネル登録&高評価のほどお願いいたします。では、失礼します。See you!